こんにちは、哲郎です。今日は知れば知るほど日本が好きになるというテーマです。なぜこのテーマかというと、これにはちょっとしたきっかけがありました。20代の頃、格闘技を通じて知り合った外国人から、日本人はすごいのに自分たちの凄さを全然分かってないと言われたことがありました。当時の僕は確かに日本人のすごいところってなんだろうという素朴な疑問を持ちました。僕みたいに日本人の凄さってなんだろうと素朴な疑問を持つ人が他にもいたら、こういった動画は役に立つだろうと思い、今日のテーマになりました。それでは早速今日の目次に行きましょう。1、防風林の知恵。2、お城の堀は誰が作ったのか。3、日本のレインコート。この3つの話を今日は取り上げてみたいと思います。それでは早速1番、防風林の知恵から行きましょう。日本は世界でも美しい国だと思います。その理由の一つに四季があります。さらに山、川、海といった自然を身近に感じることができ、1年を通して春夏秋冬の移り変わりを肌で感じられる国だからと思います。かな春の桜、そして新緑、夏の日差し、ここから秋の紅葉になって、冬は夜空がものすごく綺麗ですね。皆さんもきっと日本の四季の中にそれぞれに思い出があるんではないでしょうか。しかし自然が豊かということは、当然ながら自然の影響を良くも悪くも受けるのが日本です。例えば乾燥した冷たい風が吹く冬、そして気温も湿度も高い夏、さらに地震や台風といったあらゆる環境に適応していかねばなりませんね。僕ら日本人は地震には慣れているというか、このなんていうのかな、通常でいつも起こるものとして認識皆さんしていますよね。ですが地震を経験したことがない外国人からするとですね、もうこの世の終わりだと思うくらい、もう驚くものらしいですね。そういったところでね、この日本人は暮らしていくわけですから、つまり僕らの先人は知恵を絞ってこの生活に生かしていく必要があったんです。その一つとして今日ね、取り上げたのが、まず防風林があります。こちらの画像なんですけども、皆さん見たことありますよね。この木で風をね、防ぐものなんですが、これはもう読んで字のごとくになりますね。風当たりを防ぐ木ということで、市街地などで目にすることはあまりなくなったと思うんですけども、今でも田園風景の場所にはね、風よけとして家の周りを防風林で囲ってるとこもありますし、海沿いとかね、行けばこうね、立ってたりしますね。この防風林には常緑樹、一年中葉がある樹木、そして竹を使っているところが多いのですが、ところが関東以北になるとですね、つまり関東と含めて北の方ですね、なると欅が多くなります。この欅は落葉樹なんですよね。夏には葉がこう生い茂るんですけども、冬はすっかりこう葉がなくなってしまう、落ちてしまう、枝だけになってしまうんですね。防風林、つまり風を防ぐためになら年中この葉が茂っている常緑樹の方がいいのに、なぜ関東以北はですね、この欅なのかというところなんですけども、この関東以北で風を防ぐ必要があるのが主に夏の台風シーズンなので、欅は夏に葉が茂ってその役割を果たすのですが、問題は冬です。関東以北の冬は長く寒い。そこで必要なのが日照りです。常緑樹だと冬も葉が茂って日光を通さないんですね。そこで欅は冬の時期は葉が落ちて枝になる、つまり日光が入ってくるというわけなんです。関東から北は夏、風を防ぐとともに冬は日差しが欲しい。そこで落葉樹の欅を使ったという祖先たちの自然と共に生きる知恵がありました。もし防風林を見かけたらですね、こういったことを思いながら見ると、また違った見え方になると思います。たかが防風林と思いきや、まあされど防風林なんですよね。知恵の塊ですから、そこには。そして欅に限らず多種多様な樹木の特徴を生かしてきて、現在もそういった経験をねずっと活用している、これが日本人ですね。2、お城の堀は誰が考えたのか。もうお城の堀というと、まあ戦国武将ですよね、もちろんね。ここもですね、興味深いものがありますので、ぜひ皆さんと一緒にこうね見ていきたいと思います。さて日本のお城ですが、特徴的なのはやはり堀です。お城の周りに堀を巡らせて水で囲んでいます。これが防御機能としては抜群なんですね。ちなみに西洋のお城の防御力は壁を高くしています。この写真をね見て、画像を見てもらっても分かりますよね。万里の長城も高い壁をずーっとつながっていますね。この敵の侵入を防ぐという意味でなってますね。戦国時代末期、大阪夏の陣で徳川家康が豊臣家を滅ぼすことができた理由の一つが、この一つ前の戦い、大阪冬の陣の後に堀を埋めたことにあります。堀を埋められた大阪城、これはつまり防御機能を果たさなくて丸裸にされてしまったということは、次攻める時には非常に有利になりますね、攻める側が。これほど重要な防御機能を果たす堀は一体誰が考えたのか。
そこでこれに関連することなんですが、古代人たちが絶対に住まなかったところというのがあります。そこは地質学的に谷口扇状地と呼ばれる場所です。こういった地形はですね、僕がおすすめなのはブラタモリって、ほんといい番組でね、あれよく見てるんですけど、皆さん見てますかね。あれはね、ほんと地質学から歴史を見るっていうね、いい番組でね、面白いんですよね。もう毎回欠かさず見てますね。っていう話をすると長くなっちゃうので、ちょっと置いといて、この扇状地はですね、谷の出口からこう扇状にこうね、図を見て分かるように広がったこの緩斜面のね、台地なんですけど、ブワーって広がるので見晴らしもよく、この住むには良さそうに見える場所なんですけども、危険が伴う場所なんですね。ここでは大量に雨が降ったりすると地滑りを起こして、さらにこう山崩れがあったりとかして、こうバーってまた広がったりするわけです。こういったことを多分古代人は知っていたのか、絶対ここには住んでないという記録で、こういったところからね、要は土器とかが出てないらしいんですね。ところがどっこい、この谷口扇状地というのは、この山間部と平野部の接点であり、海と山のこのね、中間地点でもあるので、そこではお互いに物産を交換する位置を開いたりすると、場所的にも都合がいい。ということで、ここに集落を作る必要が出てきたということです。そこで僕らの祖先は集落の周りに堀を掘りました。もし鉄砲水や山崩れが起きても、その堀にエネルギーを吸収させ、周りに分散させようというものです。自然災害の危機から身を守るというね、この谷口扇状地という場所に住むということ、そういったところから、この集落の周りに堀を巡らせ、池を作っていって、もし何かあった時に自然のエネルギーを分散させるという知恵が生まれたということです。これが現在でいう環濠集落になったというわけです。現在でも宮城県奈良県などにはこの環濠集落というのが残っています。ちなみにこの環濠集落というのは外部からの攻撃に対する防衛集落と考えられていますが、壁ではなく水、つまり堀を巡らせたのは防衛集落という以前に、鉄砲水とかこの山崩れから集落を守るという発想から来ているのではないかというんですね。僕もこの看護集落って防衛のためってこう聞いてたので、これがですね、考古学の第一人者の樋口先生がね、これが自然災害から身を守るためというところから発展していったよと、これはね、すごく説得力のある内容だと思いました。しかも日本は地震の多い国ですから、高い壁をこう築いてもですね、揺れていつ崩れるかわからないと。そうすると高い壁を築くよりも堀を掘って水を巡らす方が日本の自然に適応しているとあります。これもね、深く思考させられましたね。そして戦国時代の武将たちは谷口扇状地に生まれたこの環濠集落にヒントを得て、平地の城の周りを堀を巡らしたと。これも外国にはない日本独自の知恵だったと。しかし平地の城には弱点があって、それは遠方が見えないということです。そこで見張り台が必要となって、その見張り台は敵を発見したらすぐに防衛できる機能でなければならない。そこに矢などを、武器をね、こう収納した見張り台、つまりこれが矢倉と呼ばれるものですね。矢を入れてたっていうね、この武器の倉庫ですから、矢倉ですね。こうして周囲に堀を巡らせ、矢倉を配置し、中央に高い天守閣を乗せると、日本特有の美しい城郭形式となるんですね。つまり古代人の水への対応の知恵が環濠集落を生み、それが日本の築城につながっていると、このようにですね、この樋口先生がおっしゃるわけですけども、なるほどなと、本当に頭を使って生きているなって日本人はね、思いますよね。知恵を絞るって、結果的にこう生きるか死ぬかというところから、この知恵っていうのを絞り出されて、結果的にそれが受け継がれて発展していった。こういう風に歴史とかね、その日本の今の多分技術にも一回生きてるんだろうけども、見るとすごく面白いと思いますし、興味関心っていうのは皆さん湧いてきません？僕がこれ聞いてるの面白いなってすごくね、思いましたよ。うん。そして3、日本のレインコート。これもね、面白いんですけどね、やっていきましょうね。ご存知の方も多いと思いますが、西洋のレインコートの元は獣の皮です。そして皮には通気性はほとんどありません。ジャケットパンツとかね、この革製品というものがね、今で多くの人が着たことあったりとか見たことがあると思うので、これはね、皆さんわかると思います。では、日本のレインコートといえば何でしょうか？パッとね、思いつく方もいるだろうし、なんとなく、なんだろうと思っている方もいるかもしれませんけども、じゃーん、こちらです。皆さんご存知ですね。日本のレインコートはミノ、つまり植物です。僕らの先人たちは藁を使って、わらじやミノなどの生活に欠かせない医療品を作っていました。その用途に合わせて種類は様々で、いろいろな工夫が凝らされています。さて、日本では第二次世界大戦が終わる頃まではですね、線路交付、つまりこの線路の新設とか増設とかするね、このレールの補修とか保全をする仕事にね、こうついてる人たちなんですけど、やってる人たちなんですけど、こういった人たちにですね、このミノを支給していたんですね。
そこでですね、これを見た外国人たちはですね、ミノなんてものは東南アジアにしか残ってなくてですね、日本の癒しくもこの文明機関である列車の甲府がミノを着て線路を叩くなんてってこうね、笑ったそうなんですね。まあ今近代化をしている途中だったじゃないですか、線路作ったりとか。そんな時にこのミロなんて着てるのっておかしいじゃねえかっていう外国人たちがこう笑ったわけなんですね。そこでまあ日本の政府はですね、ゴム製のレインコートを支給することになったというねエピソードがあるんです。この話は昭和のね初めの頃の話ですからね、そんな大して昔とかわけじゃないですよね。つい最近までミノをレインコートとしてずっと使ってきたのが日本人です。ですが明治維新後、西洋文化に追いつけ追い越せとね必死に近代化を図ってきた日本です。そういった中で、そうか西洋には丈夫な雨よけがあるのかと、そこでゴム製のレインコートにした。ところがですね、このレインコートにしてから雨の中の労働がですね15分以上もできなくなっちゃったんです。なんでかっていうとですね、もう蒸れるし汗は出るし動きづらいしということでですね、慣れてなかったっていうのもあるかもしれませんね。一方これねミノだとですね、さほど苦しくなく数時間のねこの継続的な作業ができたということなんです。そもそもミノというのはですね、乾燥した草ですね、稲からね、あの風を通しが良くてですね、さらに雨は中まで通さないというね優れたレインコートだったということなんですよ。日本では今日のこのね話の中でも、日本人は自然と共に生き、そこにはたくさんの知恵というのがありました。このミノもまさに生活の知恵だったんですね。西洋とは違う日本の気候に最適なものを僕らの先人たちは知恵を絞って工夫してきました。皆さんもきっとカッパとかね着たことがあると思いますけども、やっぱり蒸れますよね。あの特に日本の雨は湿度を伴うので、なおさらこうねベタベタして気持ち悪い気がしますよね。最近では改良に改良を重ねて、今ではこう蒸れにくいレインコートっていうのはねこう出ていますけども、未だにですねミノに代わるほどの優れたレインコートはないと言われているんですよね。面白いですね。とはいうものの、まあ見かけとかね耐久性、衛生面、持ち運び、デザインなどね、そういった総合的に見れば現在のレインコートの方が優れているとはね最ものところなんですけども、自然と共に生きた知恵という点ではミノもねまたこうやってね知っておくといいんじゃないかなと思います。ちなみにミノはですね、雨の時に着るだけじゃなくてですね、防雪防寒、このねそういった時にも使われてますし、ミノ自身もですね Y 字型とかマント型とか様々なデザインがありまして、仕事をする時だけじゃなくて儀式用とか道中用とかね、いろいろ作られているんです。さらに結婚式の時などに着用するミノはですね、化粧ミノだったかなって言ってね、襟のあたりにこう美しい模様を入れてね編み込んだりして作っています。そういったなんかこうささやかなところになんか施していくっていう、またこの日本人のこのセンスというか、なんていうのかな、なんだろう、外国とは違う。外国ってほらボカーンって出たりとかプレゼントバシャって破ったりとかするけど、日本人というのは見えないところにこうおしゃれをするというか、このスーツもそうでね、この裏地とかもそうなんですけど、見えないところにおしゃれをするっていうのはやっぱりこの日本人の面白いところだと思うんですよね。外国人とはまた違う。だからミノ一つにしても、そのダサいとかじゃなくて、そのミノの中に一個一個ちょっとおしゃれ入れてみたりとか、いろいろあるわけですよね。こういったのってなんかこう僕が見ていく中で、やっぱり日本の心というか、日本のなんかなんていうのかな、美学というか、そういうのがねなんか感じられるとこだなとやっぱり思いますよね。こういったのはミノのとこからこういう隠れたおしゃれというか、ちょっとしたおしゃれってのは続いてると思うと、なんかこうちょっとした粋な日本人っていうなんかね、こういうのを思うんでね、日本人で良かったなとか思うわけですよね、そういったところはね。ということで今回はこの3つの話で終了します。日本という島国は四季折々のこの自然が楽しめると同時に、自然の脅威とも暮らしていかなければなりませんでした。そこで僕らの先人たちは、自然に逆らうのではなく、自然を制覇するのではなく、自然の力を知って、それを生活に知恵として生かしてきた。これが僕ら日本人です。これからもこういった特集をね含めて、日本の歴史っていうのは伝えていきたいと思います。このチャンネルでは歴史、古典、偉人伝を特集しています。興味のある方はぜひチャンネル登録して、共に学びを深めていきましょう。このチャンネルをね立ち上げた理由も動画の概要欄に載せていますので、お時間ある方はぜひご覧になってください。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼します。